で、ハラハラノコギリ、ここか。トラウマステージとか言われてるよな。まあ、上スクロールステージよ。どっか無敵になって、ボーナス行くみたいなとこあったよね。無敵にならないと、無敵になって、なんかノコギリが、ノコ引いてるところを、無理やりゴリ押しで進むみたいなさ、そういうところがあった記憶がある。いやー、多分これ一発目でボーナス2つとも見つけるの無理なんだろうな。何回かやり直しすることになりそう。いや、もうすでにもしかしたらどっか見逃してる可能性もあるんだけど、これあるってことはどっかに、あ、オッケーオッケー、ファーストボーナスかな、これは。コインを探せ。あー、もう残ってるわ。めっちゃ残ってるわ。まあ、こういう時はもうほんとバナナなどをひたすら辿っていくだけだよな。もう一個のボーナスだったっけ？もう一個のボーナスが、無敵になりながら進むみたいなやつか。ただそのもう一個のボーナスもどこにあったのか覚えていないっていうな。あれだっけ？チームアップ必須みたいな感じだったかな。だとしたら今みたいにダメージ食らってるのは痛手だな。ようやく中間か。こういう時間に追われる系でさ、これまだそのドクドクタワーみたいにさ、やつだったら、なんか割とマイルドな感じすんじゃん、まだ。なんか緑色の泡がさ、来るから、来るだけだからさ、その不気味じゃないけど、これもう音がやべえじゃん。ノコギリってさ、割と身近にあるものだからさ、なんかよりその恐怖心を煽るっていうか、まあ、やってることはドクドクタワーと同じようなことやってんだけどさ、でもドクドクタワーって、その自分で先に一人で上に行ってさ、急ぎゲーみたいな、なんつうんだろうな、セルフである程度、こことかめっちゃ、うわー、今のたるそうだろ。あー、だよね。ちょっと死ぬか。これの焦らせ方ってやっぱ半端ないよな。ドクドクタワーよりも手に汗握るぜ、これは。とりあえず相方を早く、相方を早く見つけたい。あんまり急ぎすぎても、その上の方の画面が見切れちゃうから、そこが難しいよね。ドクドクタワーは画面が見切れないから、もう急ぎたい人はどうぞご自由に上に行ってくださいみたいな感じでプレイできてたけどさ、このハラハラノコギリのステージにはそれがないからきつい。ちょっと電気に変わって、どこだっけ？鉄だらあったよな。いや、バッカ、ここじゃねえよ。いや、届かねえし。最悪だよ。意外とあれだな、中盤から終盤にかけてか。さっきの鉄だらあったの。いや、俺はあれ、てっきりさ、コインがいるのかなと思ったんだけど、コインが出てくる前に、あれだな、バズいたよね。そのバズを倒す用の鉄皿だな、あれは。だからコインはもうちょっと、あと、本当のこのステージの終盤あたりに出てくるんじゃないかなと予測してるんだけど。このバナナ回収するか。あんまり早く行き過ぎない方がいいのかもしんねえな。早く行き過ぎると、さっきみたいに一回落ちてしまったら、もうほぼ強制的に死ぬみたいな感じになっちゃうから、急ぎすぎない方がいいのかもしんない。ここだっけ？俺さっき間違って死んだの。ここでさっき死んだから DK だのもあるのか。いや、なんなら今コングが2匹いるんだったらさ、コング2匹いるんだったらこうやって強引に行くことも可能だよね。バナナ15つかめ。これ、ノコギリの上で、あ、だよな。これはちょっと、なんか、楽しい。強制反復横跳びみたいな動きしてるけど。あー、持ってかれた。これ、あれだな。一回取り損なったら、次のバナナ出るまでに、時間が、割と長い
時間かかってるのかもしれない。で、ここで終了して、コイン回収。さあ、あとは多分、DK。DK コインのみ。なんかある?オッケーオッケーオッケー。おー、なんかすげえ上に飛ばされてる。あー、ありがたいありがたい。はい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 。これはおそらくコイン用の、そうだな。え?あ、オッケーオッケー。よかったよかった。もうちょっと。オッケー。これで右に行くと、ゴールだね。これまだそのディンキーとディクシーどっちか旗引く前はまだあれなんだよな、色がグレーっぽいんだよな。上げた瞬間にキャラの色に変わるっていう、なんかリトマス試験紙みたいな反応してくれるよね。どうにかならないかしら、補聴器もすぐなんちゃらかんちゃらで。セーブする。 44% もう全体の半分ぐらいまで来たら、いつでもここにいて何でもお手伝いしますよ。ところ何話してたんでしたっけ。ほほほ、やあね、ドンキーコング2の頃と比べてだいぶあれだよな、丸くなったよな、リンクリーコングもな。ドンキーコング2の頃は金せびってたけどさ、まあ裕福になったのか何なのか分かんないけど。で、タルタルパニック、なんかバズーカ将軍みたいなやついなかったっけ。これそうだよな、あのバズーカ将軍みたいなやついて、ドンキーコング2にいたキャノンよりもだいぶ細めになってんな。自分の体と同じぐらいの大きさの大砲を構えてよ。これあれだろ、なんかブリーチにいたさ、なんだっけ、サイフォンだっけ、サイフォンみてえだな、体の大きさ的に。サイフォンもああいう感じの大砲みたいな武器使ってたと思うんだけど、完全にあれを彷彿させるよね。で、なんか樽の切り替えスイッチみたいのあって、それ使わないとダメみたいなとこあったよな。ここのコイン取るときがそうだったかな。おい、左のやつには喧嘩うんない方がいい。で、上飛ばして、スクイッター、この先にいんのかな。待て待て待て、いや上なんかあるでしょう。いや分からん。あ、こいつね、こいつぶっ壊してスクイッターなって上登るってことか。なんか変だとは思ったぜ。多分ボーナスかなんかある。減っちゃった。でも蜘蛛の巣でこのバズやっちゃった。バカ野郎、蜘蛛の巣で倒されるトリニトロトルエンの樽ってどうなのって感じだけど、でも乗れるんだよな、こいつの上で。まずはゴリラの回収して、話はそれからだ。まあ、基本的にルートはさっきと同じ感じでいいんだけど、ディクシーでショートカットしようと思ってもあれなんだよな、ちょっと難しいよねこれ。ショートカットができないんだよな。ポニーテールスピンにやっちゃうとさ、ポニーテールスピンはしたところで、待て待て待て、ポニーテールスピンをしたところでさ、着地とほぼ同時にあれだから、ウィー、オッケー、着地と同時にポニーテールスピンができなくなっちゃうから、まあ難しいとこだよね。今、オッケー。もうさっきみたいなヘマはしないぜ。これ、蜘蛛の巣使ってあのバズーカ将軍倒せんのかな。これミッションなんだろう、そもそも全員倒すんだっけ。あ、違う、コインを探すか。なんか全員倒すだと思ってた。まあ、38枚目のボーナスコインも無事回収して、強制的にオーパネルも回収して、これは何、どこ行くのが正解だったんだ。道が何方向かに分かれてるんだけど、これスクイッターいるからこそできるみたいな、なんかあるでしょう。中間もあるな、一応中間取っとくか。
さあこの左側何がある？あーコインがいるね。コインがいるんだけど、どっかにこのジェネレーターを、そうそう、この今の普通のノーマルダルだったらコインは倒せなくて、あこれで OK かな。あでこれでジェネレーターを鉄皿にすることで倒すことができると。でコイン回収して、このコイン回収できるのもさあれだよね、スクイッターの状態じゃないと無理だよね。待てこれは多分今 TNT になってて、 TNT じゃまずいな。いや TNT でもいいんだけど、もはやスクイッターだったらあんまり関係ないんだけど、まあ、スクイッターで行くんだったら、まあ、じゃないや、スクイッターじゃないゴリラで行くんだったら倒せないのかなこいつ、まあ、ゴリラで行くんだったら今のやつ TNT じゃない、こっち側に今の色の樽に戻しておいた方がいいよっていう感じのやつかな。思いのほかあれだな、蜘蛛の巣が長生きしてたな。でもう一個ボーナスあるか。俺ボーナス何個回収した、ここ。お危ないな。おい待った、今んとこ多分あれだな、もう戻れないけど、多分 DK だらあったな。いやボーナス見逃した可能性大だ。でそのまま左、おおいいね、 DK だらもついでに回収して、うわー見逃したのかな、もう分かんねえ。あ思い出した、ここのさいけるかな。オッケーオッケー、まあしゃあないしゃあない、犠牲はつきものだ。でここでコインを探せ。あーやだなこれは。おいオッケーオッケーオッケー、なかなか難しいものを求められてたけどどうにかなったぜ。これね電気でこの樽乗り継いで左行くの結構難しかった記憶があるから、うおーやっちゃった、大丈夫だった。くっそ、あっぶねーびっくりした。ういういいえ、バカ野郎、バカ野郎だよ。まあいい、びっくりマークついてるから DK コインも回収してるし、あとは普通にゴールするだけ。あスクイッターからやり直せるんだね。でとりあえず DK 回収して、こいつをさ倒せないかこれじゃあ。もういいや、まあ普通にスルーしてゴール目指すだけで OK でしょ。ういうい、まあ言うてあとただ障害物かわすだけだから、そんな厄介なことではないと思うんだけど。おい、ここ多分今あのバズーカの下の方に DK ダルあったんだろうな。まあ今もう2人2匹揃ってる状態だからあんま関係ないとは思うんだけどさ。おい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 、まあ言うてあとはさっきみたいなヘマをしなければ普通にクリアはできると思う。ベアコインも一応回収して今当たってただろ。うわくそ、あーほぼさっきと同じとこまで戻ってきた。やっちゃ、今のでもあれだな、 TNT 出すぐらいのタイミングで飛んでも全然間に合うな、タイミングだいぶミスっちまった。
ちなみにスクイッターだとあの樽踏めなかったような気がする。まあだからスクイッターで行くんだったら今 TNT、 いやバカ野郎見えてただろう。スクイッターで行くんだったら TNT はあれだね。で多分ここのここにある。オッケーオッケー、予想通り。でもう一回入ってこれで雪ゴリラしてやっていくぞ。残機はあるに越したことがないからな。ういっうーん、このいやでもここにここに DK バレルあるから大丈夫。いやもう雪ゴリラと言いながらゴリラをだいぶ無駄遣いしてる感否めないんだけど。でもう一回バナナが欲しいんだよな。で降りて今度はさっきみたいなヘマはしない。ふいでゴングパネルもいただいて、いやこれむずいって今のむずいだろ。でまたディンキーでクリアして、なんかこのコースあれだな、ディンキーでクリアやたら多い気がする。1回だけか今のところディクシーでクリアしたの。あ、ふわふわダクト